めです。こんにちは、どうもどうも。今日はですね、七夕イベント始まったランドの北斎来てます。はい、北斎恒例のですね、七夕の、セット七夕膳食べに来ました。じゃあ早速行ってきます。はい、北斎実はね結構並んでたんだけど、ちゃんとプライオリティ取っときましたよ。はい、じゃあ早速行ってきます。はい、テーブル通されました。七夕でこの北斎ってほんといいよね。七夕イベントってさ、やっぱりね、日本のイベントだし、すごい和なね、オリエンタルなイベントだから、七夕っていうこの絵面とね、このメニューのこのまさにね、マッチしてますよね。お正月と七夕はね、絶対北斎来た方がいいですよ。気分が出て、やっぱね、イベントに合ったメニューだなって感じがすごいします。はい、七夕膳オリジナルの箸付きですよね。実はメニューあんま見てないんだよね。ちょっとちゃんと紹介しましょうね。焼き湯葉のナスのあんかけ、ズワイガニと枝豆。はい、そして今年のメインはですね、ローストビーフ丼ですね。で、これはなんだ、あ、わさびマヨネーズと和風ソース。そう、ローストビーフはね、洋風わさびが合うんだよね。で、味噌汁とデザートがアセロラゼリーのところてん風と。いいね、デザートゼリーがいいよね、暑いからね。で、今日ねめちゃくちゃ暑くて、梅雨の合間でですね、今日めちゃくちゃ暑いんですよ。なので暑いところにゼリーいいですよね。はい、なんといってもね、箸付きがいいですよね。前回俺コメントでね、2800円高いって言ったんだけども、パークのさ、グッズの箸って絶対1000円するので、箸の1000円ね、引けば実質これ1800円なので、箸付きだと思えばまあそんな許せる範囲かなと思う。確かにそういう考えもありますよね。あとね、この紙のこれお皿なのかな、なんか蓋なんかついてるんですよね。これも気になりますよね。はい、楽しみです。そうそう、あとですね、今回丼なので、この北斎名物のこのご飯のおかわり、今回はこれできないだろうなと思ったら、白いご飯はおかわりできるとのことですなので、うん、もし食べててご飯欲しくなったら、お椀で白いご飯は追加でもらえるとのことです。まあでも丼だからね、ちょっとどうしようか考えてるんですけど、もしねおかわり欲しくなったらちょっと、挑戦しようと思います。これは何ですか？ですね、なるほどね、分かりました。ちょっとずらして写真撮ったりとかしてます。分かりました、ありがとうございます。へえ、おかわりできるんです。はい、分かりました。はい、ありがとうございます。なんと蓋付きですよ。はい、出汁がついてますね。じゃあどんなん、アンベールします。じゃーん、おー、すごいキラキラしてる。ちゃんと七夕っぽいよね。すごいすごい、見てこれ、パプリカとキュウリとオクラ、あとこれなんだろう、ちょっと謎の物体ですね。野菜いっぱいですね。はい、そしてこのキラキラもなんだろうね、天の川をイメージしてるんでしょうね、卵で。めっちゃかわいいね、いいいい。はい、そして右がですね、この焼き岩とナスのあんかけ、左がゼリーですね。はい、こちらで2800円ですよ。ちょっと高いかなって感じはするんですけどもね、まあ箸付きだからね。はい、では早速食べてみましょう。はい、それではいただきます。まずは味噌汁からいただきます。すごい、意外と大きいね。はい、まずはね、こちらのナス、焼き芋のナスのあんかけいきます。おー、ナスうまそうだ。はい、いきます。おー、ひんやりして美味しい。じゃあいよいよ丼いこうかな。丼の具がね、ちょっと気になるんだけど、これはでもちょっとなんかね、あ、ちょっとね、皆さん、ちょっとローストビーフの下にね、レタスがあるんだよ。ちょっと待ってな。はい、
こちらの丼なんですけども、ローストビーフの下にですね、はい、なんかレタスが引いてあるんだよね。すごいヘルシーな感じだよね。これはね、女性なんかに、ね、優しい作りですね。さっぱりしてそう。はい、じゃあ改めていただきます。これね、箸で食べるとちょっと難しいかもしれないね。はい、まず何もかけずに食べてみます。はい、いただきます。はい、今ねローストビーフだけ食べたんだけど、やっぱ味がちょっと薄いので、こちらの出汁をちゃんとかけます。これは何だろう、ちょっとねグレイビーソースっぽいね。あと何だろう、バターの風味がすごいね。はい、こちらかけます。はい、かけました。じゃあこれで、じゃあこのレンゲスプーン、これでいただきます。このじゃあね、わさびマヨネーズと絡めて一緒に、はい、いただきます。どうかな。おー、うん、やっぱね、だしをかけると美味しいね。だしがね、醤油風味で美味しいです。あとこのマヨネーズとこのローストビーフが合うね。じゃあこのレタスともう一回一緒にいくよ。レタスと一緒にいただきます。大きいレタス、ちょっと待って待って、めっちゃ大きい。いただきます。うん、なんだろうこれ、これセロリだな。セロリだ。セロリとローストビーフとこのわさびマヨネーズと一緒にいただきます。めっちゃ美味しい。野菜がいいね。セロリとね、これキュウリかな。はい、キュウリですね。キュウリ、このだしと一緒に、だしをちょっと使いました。だし美味しい。あとね、謎の野菜分かった。これエリンギだ、ほら。エリンギ、パプリカ、オクラ、レタス、キュウリ、でセロリですね。めっちゃ美味しい。野菜いっぱいでヘルシーですね。あとちょっとひんやりした、さっぱりしてます。あとこの卵で干しで、でわさびで天の川で、このあられかな、なんかね干しを再現してますね。美味しい。ナスのあんかけもいってみましょう。焼き湯葉ね。はい、こちらいただきます。こちらナスのあんかけね、いただきます。美味しい美味しい。野菜が美味しいね。オクラです。おう、オクラも美味しい。パプリカね。野菜がほんとすごいわ。もう一回ローストビーフね、いただきます。エリンギいきます。エリンギね、エリンギめっちゃうまい。だしにつけて食べるともっと美味しい。はい、今だしにつけました。うん、美味しい美味しい。あとね、ローストビーフもね結構量あるね。結構入ってる。あとね、野菜がほんといっぱい。だしをもうちょっとかけます。あとね、ローストビーフあと残り3枚ですね。これ結構量あるね。結構多いわこれね。ローストビーフが結構大きいので、女性はねこれ一口でバクッとはいけないと思う。かといってね、これ歯で噛み切るのもちょっと噛み切れないぐらい硬いので、大きいままねバクっていくしかないね。なんでちょっとね、口が小さい人は苦労するかもしれない。なんかね、少しチーズの風味もするね。なんだろうこれ、最後少しなんかねチーズっぽい風味がしました。なんだろう。いよいよ最後です。はい、完食しました。はい、フードを完食したので、じゃあデザートいきます。デザート、アセロラゼリーのところてん風ですよ。
初めて聞くよ、アセロラゼリーのところてん風って。ところてん風ってどういう意味だ。あ、すごい見てこれ、ほら、麺みたいになってんだ。面白いね、これすごいすごい。あのね、見た目はどう見てもこれね、ところてんなの。ほらね、見た目ところてんなのに食べるとゼリーなの。あと上になんか乗ってるよ、これなんだろう、メロンかな。メロンっぽい、メロンだ。めっちゃひんやりしていいね。これは何だろう、マンゴーかな。うん、マンゴーだ。はい、完食しました。うまかったです。はい、2018年ランドの七夕膳完食しました。はい、うまかったです。ね、確か去年は七夕膳ってなんか松花堂弁当みたいなプレートだったと思うんだよね。で、今年はちょっと丼になってしまったので、正直ね、ちょっぴりやっぱ物足りなさは否めないかな。なので今回もですね、ちょっとあの松花堂弁当方式に比べるとちょっぴりコスパ悪いかなって思ってしまいましたね。でもね、美味しかったです。で、やっぱり夏らしいさっぱりしたメニューでしたね。丼もね、ローストビーフだけじゃなくて、このね、野菜がとにかくすごいんだよ。夏野菜っていうんですかね、なんかね、ちょっとあの、で、マヨネーズもあってね、なんかね、和洋折衷って感じのメニューでした。で、すんごいさっぱりしてましたね。で、さっきも軽く言ったけど、ローストビーフのね、パーツがちょっと大きいので、ちょっとね、女性とかはね、食べるの苦労するかもしれませんね。はい、でね、スープ屋の箸はついてこなかったので、おそらくレジで最後に、タラバタンのウィッシュカードと一緒にもらえるんじゃないかと思います。はい、こんな感じですかね。タラバタイベント中ね、本当にね、タラバタをね、感じることができるメニューですので、イベント中ぜひ皆さん食べてみてください。はい、以上北斎の、タラバタ膳のレポートでした。じゃあね、バイバイ。はい、タラバタのウィッシュカードと箸とゲットできました。はい、こちらはですね、レジで会計済んでからもらえます。はい、ゲットです。